皆さんこんにちは、スプリントルノです。先日ショップの方から86のエンジンが降りたでって連絡いただきましたんで、久々に86の様子を見てきました。現地でちょっとだけ写真とか動画も撮ってますんで、よければ最後までご覧ください。ということで、アバルトの車載からスタートいたしましたけども、この日はねめっちゃ天気良くてね、あったかかったので、せっかくなら行く道中ね、アバルトオープンにして車載動画撮っていこうかなっていうのと、店頭でねちょっと撮影できるかどうかがちょっとわからなかったので、念のためっていう感じでアバルト車載からスタートしています。で、お急ぎの方はね12分ぐらいまでスキップしてもらえれば河原野さん到着したところから見れると思いますので、お急ぎの方はスキップしてください。もしねアバルトの車載お付き合いいただける方はこのまま10分ちょっとぐらいですね、お付き合いいただけるかと思います。でですね、アバルト動画 YouTube にねいっぱい上がってるんですけど、結構上げてらっしゃる方って、給排気系をいじってる方がやっぱ多いんですよね。うちの車みたいにもう現行車でもないシリーズ2の初期型ですね、ほぼほぼ、ノーマルの給排気系のアバルトで車載を上げてる方ってわりかしやっぱ少ないんですけど、皆さんねマフラーとかやっぱ変わってるので音がいいんですよね。でもアバルトって純正でもねかなり音がいいので、それをちょっと皆さんにお楽しみいただきたいなってことで、実は最近ねこうアバルトの車載を撮るにあたってマフラーとかね吸気音とかどこが一番よく撮れるかみたいな、自分なりにいろいろ試行錯誤してですね、ちょっとしたマイクの設置箇所が変わるだけで撮れ方すごい変わってくるんですよ、アバルトって。86って割とスッと決まったんですけど、アバルトはなかなかベスポジみたいなところが決まらなくてですね、いろいろ自分なりに試行錯誤して、ここがベスポジかなみたいなところがやっと見つかったので、今回はねそのやり方でちょっと音を取ってみてます。どうですかね、排気音ちょっと迫力が以前より出てるかなと思います。で、吸気音もねタービンの音とかねターボ車っぽい音が取れてるかなと思うので、自分としてはこういい感じに街乗りでもね結構楽しい音で入ってるかなと思うんですけども、いかがでしょうか。うちのこのアバルトはですね 500C っていうのもついてまして、いわゆるカブリオーレですね。ルーフがキャンパストップになってるので、ガバッと開いて、ハードトップのモデルに比べたらやっぱり遮音性とか静粛性みたいなのはちょっと劣るんですけど、でもそれでもね86に比べたら全然やっぱ最近の車なので、車内はねむちゃくちゃ静かなんです。正直吸気音も排気音もあまり聞こえないんですよね、窓閉め切ってると。でも外から聞いた時のアバルトの吸排気音って結構ノーマルでも音いいんですよね。それをなんとかこの車載動画にね表現できればなってことで、いろいろ試行錯誤しておりました。で、うちのアバルトは、完全なノーマル車ではないんですけど、それでも吸排気はね全くいじってないので、いわゆるこれが純正のアバルト500のサウンドって感じで、街乗りでねこんだけ楽しい音が聞けたらね、やっぱ楽しい車ですよねアバルトってね。それでもやっぱりちょっとマフラーぐらいはね将来的には変えたいなっていうのが正直なところなんですけども、前もちょっと雑談で喋りましたけどね、欲しいマフラーが本当あるんですけど、ちょっとね今回も86でかなりお金を使うので、アバルトのマフラー交換をねちょっと当分先になってしまいそうですね。仕方がないですけどね。てな感じでね、カーナドさん到着までしばらくまで時間がありますので、お付き合いいただける方はこのアバルトのね楽しいサウンドとともに、カーナド到着までしばらくお待ちください。それでは後ほど。
ということで、まもなくカーランドさん到着なんですけども、まあ、京都市内走るとね、信号待ちが多いので、いわゆるストップ&ゴーがすごく多いんですよね。運転しててね、信号に何回も捕まってしまうのはちょっとね、イライラしてしまうところではありますけど、まあ、アバルトってね、信号待ちとかのゼロ加速発進の時の特にまあ排気音とかって個人的にね結構好きなので、アバルトの場合はね、信号待ちからの発進の時はちょっとねワクワクするんですよね。これ結構アバルトオーナーの方には分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、でね、社長さんが作業してますね、ちょっとね、はい、でこの左側にあるのがリトラが上がってるのがね、うちの車ですね。ということでエンジンが下ろされてね、ほぼほぼエンジンルームの中のものも取り外されて、まあ、ドンガラに近い状態ですけども、エンジンがない分すっきりしてるんですけど、やっぱ結構ねエンジンルーム内の汚れがちょっと目立つような感じですね。前もちょっと話しましたけども、エンジン乗せ替えはね今回で2回目になるんですけど、前回の乗せ替えの時はね、このドンガラ状態を見てないので、実質ねこのドンガラになったエンジンルームを見るのは初めてですね。ちょっとね動画を回して撮影してますけども、今までエンジンルームレストアしたことはないので、お世辞も綺麗なエンジンルームとは言えないですね。はい、これが左側助手席側のエプロンですね。サビもそんななくて、シーリング割れも思ってたほどなくて、全体的にはまあまあかなと思うんですけど、パワーステがついてたり、うちの車はバッテリーのこの皿の下にオイルエレメントを移設してたんで、それらの油汚れが結構ねひどくて、汚れてますね全体的にね、うん、本来ねエンジンルームの中もボディ色と同じ白なんですけども、長年の汚れでやっぱくすんできてるので汚れちゃってますね。でまた純正と同じ白で綺麗にレストアしていただきます。でこれが右側の運転席側のエプロンになりますね。でこっちはちょっとサビがちょこちょこあってですね、ストラットの根元とかも転換剤塗ってタッチアップとかしてるんですけど、あとはストラットの前ですね、リトラの後ろあたりとかも昔サビが出てたので、自分でね自家塗装で塗装してるんですけど、まあもろもろついたまま塗装しちゃってるので、こうやってドンガラになっちゃうと塗装できてないとかね、丸見えでちょっとね微妙な感じですね。塗装も写真じゃちょっとわからないと思いますけど、ひび割れたりしちゃってるんで、状態としてはあまりよろしくないですね。あとはこのクラッチシリンダーと隣のブレーキシリンダーのリザーブタンクからのフルード漏れで、この下あたりがね錆びちゃってますね。86はマスターバック含めこのあたりが錆びが出てる個体が結構多いですね。一応うちはタッチアップとかしてるんですけども、これを機に綺麗にレストアしていただきます。これが今までうちの86に乗っかってたエンジンですね。ハーネス類でねちょっとごちゃっとしてますけども、一応再利用するものもあるので、
まあ、オルタネーターとかもね去年買えたばっかなので、それももちろん再利用するんですけど、まあ、ガレージアネックスのねパネルとかも新しいエンジンにもまた使っていきます。であとは例えばエンジンマウントのブラケットとかね、コンプレッサーのブラケットだったかな、あとオルタネーターのブラケットとかはもちろん再利用するんですけど、結構汚れちゃってるので自分でねちょっと洗浄しようかなってことでね自宅に持ち帰ってきてますので、またね洗浄終わったらカーランドさんの方に持ってきます。で、こちらね写真の後ろの方にミッション写ってますけども、これも今まで乗っかってたミッションですね。まあ、オルタネーターとねガレージアネックスさんのファンネルも写ってますけども、なので今回ねエンジンルームのレストアはカーランドさんでやっていただくんですけども、再利用するパーツなんかの洗浄はちょっと自分で持ち帰ってね自分でやってみようかなってことで、結構ねパーツ類は今家に持って帰ってきてます。でこれが取り外されたフロントメンバーですね。おそらくまあ取り外した時にもちょっと汚れはついたんだと思うんですけども、でもねもともとエンジンオイルが漏れちゃったりしてて結構ねギトギトになっちゃってますね。これちょっと見てだいぶ汚れてるなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、さすがにちょっとフロントメンバーを家まで持って帰ってくるのは大変なので、洗浄はねちょっとカーランドさんでお願いしようかなと思ってますけど、フロントのスタビライザーとかねテンションロッド、うちはまあピロボール化してるんでピロテンションロッドですけど、このスタビライザーとピロテンションロッドはね自宅に持ち帰ってきてますんで自分で洗浄してね行こうかなと思ってます。であとねこれ見て思ったのがね、あデアゴと同じやと思いましたねちょっと前にねこの辺のパーツ組み上げたばっかなので、あデアゴ結構よくできてたんやなって改めてこれ見てね思いましたね。うん、はい、ということで最後にレストア前のエンジンルームの現状をねちょっと映してますけども、サビがあったりねだいぶ汚れてたりするこのエンジンルームがどれぐらい綺麗になって仕上がってくるのか、エンジンもね搭載されたらだいぶ印象も変わると思いますけども楽しみですね。本当はね前回のエンジンの世界の時にレストアもやりたかったんですけども、どうしても予算の関係でできなかったので、今回はねやっぱりちょっとやりたいなってことでだいぶ無理しましたけども、エンジンルームのレスターもメニューに加えることにしました。本当にちょっと楽しみです。てな感じでそろそろお時間のようですね。家に持って帰るパーツを車に乗せたりね、今後の作業とかも含めた打ち合わせをねちょっと社長さんとさせてもらったりしてたら、気づいたらねもうだいぶ日が傾いちゃってましたね。また今後も出力の作業の進み具合なんかもね皆さんにご報告できたらなというふうに思ってますので、次回はそうだな、エンジンルームがレストアから上がってきたぐらい出力の様子見に行きたいかななんて思ってますけど、ってことで今回の動画はねこの辺りで締めたいと思います。この動画ちょっとでもいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。アバルトの動画もご視聴よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。スプリントレノでした。バイバーイ。